こんにちは。今日はですね、M1 と M2 の MacBook Air の比較を簡単にしてみたいと思います。以前にもいろいろと詳しい比較動画も出してますので、詳しくはそちらの方見ていただけたらと思うんですが、これから購入される方に、私がどちらもしばらく使ってみて感じた点などをね、お伝えしたいと思います。M1 MacBook Air はだいたい1年ぐらい、M2 の方は7月に購入なので、半年ぐらい使っています。私が購入したのはどちらも一番安いモデルです。ストレージが 256GB でメモリは 8GB。そして GPU は M1 の方は7コア、M2 の方は8コアのモデルです。で、今日は違う部分ですね。かなり違うんじゃないかと感じる部分と、そうでもないかな、ほとんど一緒じゃないかなっていう部分。そして両方ともに合わせて言える点をお話ししたいと思います。じゃあまずは違うと感じる部分ですね。違う部分、その1、当たり前ですが値段が結構差があります。今の時点で M1 MacBook Air の一番安いモデルは 134,800 円、M2 は 164,800 円なので3万円ほど差があります。で、これが私はですね、M1 は整備済み製品というものを購入しまして、当時で税金込みで9万円ぐらいでした。それが今だと 106,800 円ですね。2割ぐらい上がってますけど、でも安いことは安いですね。で、M2 も今整備済みが出ていて、それが 148,300 円ってなってましたので、整備済みで比較すると4万円ぐらいの値段差になります。選択肢として一番安い M1 の整備済みだと 106,800 円。そして、製品版、普通版の M2 の MacBook Air の一番安いのだと、164,800 円なので、値段差が6万円弱ぐらいあるって感じでしょうかね。その差をどう感じるかってとこなんですけど、整備済み製品、抵抗ある方もいらっしゃると思うんですけど、基本的には1年間保証もついてますし、何の問題もないです。普通に買っても1年しか保証ついてないので、全く同じですし、なんか1年以内に問題があれば対応してもらえると思います。私も今まで整備済み製品いろいろ買ってきましたけど、今まで特にね、問題起きたことはないですね。で、次に、デザインですね。デザインが一番大きな違いかなと思いますけど、結構違いますね。M1 の方は、長い間続いてきたこの MacBook Air のウェッジシェイプっていう尖った形のデザインがね、それの最終型です。で、M2 の方は新世代の Air の形になってます。M1 というか Apple シリコンに最適化されたデザインになってるのかなと思いますけど、外観の違いは正直言って好みの差もありますし、数日すると慣れちゃうっていうのもありますよね。で、持った感じも M1 の方はちょっと尖った感じしますし、 M2 の方は手に優しいような感じがします。重さの差は M1 の方がちょっと重いんですけど、ほとんど感じるほどの差はないです。で、画面を開いた時に画面の縦方向のドット数が M2 の方はちょっとだけ増えています。で、ノッチが真ん中にあるんですけど、これも広いからいいとかノッチがあるから邪魔とか、それもほとんどどうでもいい感じで、私も外付けのモニター基本的に家では使ってますので、その差自体もなくなっちゃってる感じです。この内蔵モニターだけ使うとしても多分数日すればね、慣れちゃうんじゃないかなと思います。で、キーボードは打鍵感ですかね、この押した感じっていうのはほとんど同じ、ほとんどというか私は差はあんまり感じないです。M2 の方が新しいので若干こうカチッとしてるような気もしますけど、ほとんど差はないと思います。一番違うのがこのファンクションキーのこの一番上の列でエスケープから F1、からずっと続いて F12 までと、あと電源スイッチのボタンがフルサイズになっています。M1 は半分ぐらいのサイズだったんですけど、M2 はこれが他のキーと同じね、大きなものになっています。これは結構ね、押しやすいなと感じます。普段は私も外付けキーボード使ってるんですけど、本体だけ持ち出して使う時なんかはその差を結構感じます。電源ボタンとこの指紋認証のところも大きくなってますので、なんかね、使いやすいかなと思います。で、あとは外観上よくわかるのは端子が1個ね、増えてます。電源の端子が独立して1個つきました。USB-C ポートじゃない、サンダーボルトですかね。このポートが2つしかないっていうのは一緒なんですけど、電源ポートが1個余分にあることによって、まあ、2つともなんかこう外付けのディスクとかハブとかで埋まっちゃっても電源はつなぐことができるっていう意味ではちょっと便利かなと思います。まあ、これも使い道とか環境とかによってね変わってくると思いますけど、まあ、電源が1個余分にあるっていうのはいいかなと思います。で次にまあそんなに変わんないんじゃないかって感じる部分なんですけど、まず性能差でしょうかね。まあこれを言っちゃうと元も子もないんですけど、以前の動画でかなり細かく性能差を比較してますので、よかったらそちらも見ていただければわかるんですけど、まあかなり重たい動画の編集なんか 4K でいろいろこうレイヤーとか重ねて編集してもそんなに差はないです。まあ数秒とか数十秒の差はあるんですけど、その値段差を考えるほどの差はないかなっていうふうに個人的には感じます。まあ、私はだいたい 4K の動画で10分から20分ぐらいの長さの動画を多い時だと毎月10本ぐらいは作っています。まあ、そういう使用環境での感想です。まあ、それ以上ねガシガシ使っている方もいらっしゃると思いますし、そんな重たいことはやらないよっていう人もねいらっしゃると思いますので、まあそれぞれだと思いますけど、私はそんな感じの環境です。でよく言われてるんですけど、ストレージが 256GB のモデルは M2 MacBook Air の SSD は遅いっていうふうに言われてますけど、まあ、確かにベンチマークソフトとかで比較すると遅いんですけど、実際こう作業していてその差を感じるってことはないですね。言われないとわからないと思いますし、比較しないとわかんない程度の差かなと思います。でまあ、気になる方は M2 の方もストレージを512にすれば同じ仕組みになりますので M1 と同じスピードが出るので、まあ、そういうアップグレードもいいかなとは思います。まあでも正直その SSD のスピードの差を気にするほどのそんなシビアな使い方することはなかなかないと思いますし、逆に M1 にしても M2 にしても重すぎてカクカクしちゃって作業できないとか、そのぐらい重たい作業するようであれば、なかなかそんなならないと思いますけど、なるんであれば、まあもう最初から MacBook Pro に行った方がね、幸せになれるんじゃないかなと思います。で、最後に、まあどちらにも言える部分ですね。まあ他の Apple Silicon じゃないものとの比較というか、まあそういう感じの部分で言えば、通常仕様においては本当にもう最低スペックの 8GB のメモリ、8コアの GPU、7コアの GPU で全然問題ないと思います。まあ、通常仕様って何かっていうのがね、感じ方皆さん違うと思いますけど、まあ、例えばオフィス系のソフトを使ってメール、ネット、まあ、ちょっとゲームするとか、あとはまあ、なんですかね、画像編集ちょっとしたりとか、まあ、簡単な動画編集するとか、新しく Mac を買ったらそういうクリエイティブなことをやりたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった感じの使い道であればもうほんと M1 でも M2 でも一番安いモデルで、ね、全然いいかなと思います。まあ、あんまり詳しくない方は多分周りにいるちょっと詳しい方とかに聞かれると思うんですけど、まあ、例えば Windows 使ってる人とか Apple Silicon の Mac ですね、 M1 とか M2 の Mac 使ったことないっていう人だと、例えばメモリーは 8GB なんて今時足りないだろうみたいなことを多分言うと思うんですけど、この Apple Silicon に関しては 8GB でも本当に十分かなと思います。まあこの1年間でもうちょっとスペックあってよかったなと思えるのは、最近なんですけどニコンの Z7 II というですね、かなりの高画素のデジカメで撮影した写真で、だいたい1枚あたりが50メガから60メガぐらいですね。 iPhone14 Pro のRAW撮影する4800万画素のカメラで撮ったのもだいたいそのぐらいになるんですけど、その写真データを500枚ぐらい入っているフォルダをですね、Lightroom というソフトに読み込ませたんですね。でそれが、ちょっとややこしい話なんですけど、ニコンのファイル形式なんですけど、それを一般的な RAW ファイルっていうのに書き換える作業が、まあ、Lightroom が勝手にやってくれるんですけど、それがやったら始まっちゃいまして、さすがにですね、30ギガぐらいのフォルダを読み込ませたんですけど、それはかなりね、時間がかかりましたね。で、その間他の作業もほとんどカクカクしちゃって使い物にならなくて、まあしばらく放置してましたけど、まあほんとこの1年で困ったなって思ったのそのぐらいでしょうかね。まあ、最近のデジカメとかスマホとかでも 4K 撮影とか当たり前になってきてますけど、友人が例えば GoPro で撮った 4K の動画をちょっと古い Windows のパソコンで編集しようとしたら、もうカクカクしちゃってもう全然編集どころじゃなかったみたいなことも言ってましたけど、 M1 にしても M2 にしてもそのぐらいだともう何の苦もなくやってのけます。書き出しとかもむちゃくちゃ早いので、かなりね、今までの常識は捨てた方がいいかなっていうぐらい早いです。その上で M1 か M2 かってとこだと思うんですけど、正直言ってその M1 と M2 の差はあんまりないかなと思います。それ以前のインテルの Mac とか Windows マシンとの差っていうのはすごいかなと思います。もちろん Windows でもスペック上げていけばどんどん良くなってね、早くなりますけど、この価格帯で買えるものという中では本当に性能がいいんじゃないかなと思います。ということでちょっと話が長くなっちゃいましたが、まとめますと、私がもしね、どっちも持ってなくてこれから新しく Mac 買うとかね、インテルの Mac 使ってるけど今度は新しい Mac 買いたいってなったら、じゃあどっち買うかっていうと、私なら一番安い M1 MacBook Air の整備済みを買います。10万円で。もしくはちょっと予算に余裕があれば、整備済みでもスペックがもうちょっと上がってるものですね、ストレージが大きいものなのとかを買うかなと思います。で、ストレージをアップグレードするのかメモリをアップグレードするのかっていうことを聞かれることもあるんですけど、今 MacBook Air だとストレージを256から512にするのに2万8000円で、1テラにするのにもう2万8000円かかります。でメモリーも8から16にするのに2万8000円かかります。以前は2万2000円だったんですけど、円安でね、これも値段が上がっちゃったんですけど、でどっちをアップグレードするかっていうと、私だったらストレージをやります。なぜかというと、メモリーってあんまりね、本当多分差を感じないと思うんです。軽く普通の作業をする程度であれば本当に8ギガで十分なので、ストレージを大きくした方が幸せかなと思います。256だと確かに結構ね、いろいろのデータ入れていくとすぐにいっぱいになっちゃいますので、512ぐらいにしとけばいいんじゃないかなと思います。じゃあなんで私は256なのかっていうと、もう動画編集してる方わかると思うんですけど、もう素材ファイルだけで100ギガとか200ギガとかすぐいっちゃうんですよね。で編集してると、もう1テラあっても多分数本編集してるうちにもうすぐね、いっぱいになっちゃうんですね。でどうせもうだから終わったら消していくとか、外付けのストレージに移動しないともうすぐにいっぱいになっちゃうんですよね。なのでもう私は最初から外付けの SSD を使っています。私が使っているのは2テラでだいたい2万円ぐらいです。それプラスこれ以前に紹介したハブなんですけど、この中に SSD を搭載できるようになっていて、これが1万円そこそこなんで、だいたい3万円ぐらいで2テラの外付けをつけることができます。MacBook Air に最初から1テラつけようと思うと、それだけで5万6千円のプラスになるので、M2 でもう1テラにしたらそれだけでもう22万ぐらいになっちゃうんですよね。そう思うと、外付けの方がかなりコスパがいいのと、今かなり高速で通信できるので、外付けでもその遅さっていうのはあんまり感じません。なので私はもう割り切って256のモデルにしています。だいたいね、ラムが8ギガから16ギガとか、ストレージも256が512に増えたからって2万8000も値段が上がるって、かなりぼったくりじゃないかなと思います。実費っていうかね、その部分で Apple は多分儲けてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと分かりませんけど、実際のパーツ代なんてね、ほとんど一緒だと思いますけど、そこでね、モリモリにしていくとどんどん値段上がっていくのが Apple のやり方なので、私はあえて256を使っています。という感じで、今日は M1 MacBook Air と M2 MacBook Air の比較をしてみました。これから購入される方の参考にしていただければと思うんですが、予算に余裕がある方はね、もちろん新しいモデルでモリモリにするとか MacBook Pro とか買えばいいと思いますけど、なるべく安く Apple シリコンの凄さを味わってみたいとかね、その見た目とかよりも実質を求めるっていう方であれば、M1 の整備済みもしくは普通の M1 買えばいいんじゃないかなと思います。M1 と M2 の差はほとんどないというのが私の感想です。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。